皆さんこんにちは、そしてこんばんは。大戸浩司のカラオケレッスンへようこそ。今回は入山亜希子さんで、ちょっと珍しいタイトル、一泊二日です。全体的に高い音が多いんですよね。一つだけキーを下げたいと思います。楽譜の1段2段です。駅の階段急ぐ足、最初が誰かに渡し、難しいですね。いきなりね、ポンポンポンと一番高い音が2ですか。だ、誰かに、この曲で一番高い音もう出てきました。誰かに、ここで隙間を空けたいですね。伴奏も止まるんですよ、カラオケがね。だからちょっとこう、にーわーと、こうにとわをつなげないで、隙間を。誰かに渡し、うん、誰かに渡し、見られてないか、見られてないか。最後のかの音、四分音符なんですね。ポンと歌ったら止める。2番3番は小さいですけども、白い丸の音符があるから、もう少し伸ばしてもいいんですけどね。はい、ご一緒にね、かを止める練習。3、はい。見られてないか。もうこれでいい。さあ、それじゃあこちらを一段仕上げましょう。私見られてないか、駅の階段急ぐ足。はい、でこぼことすごいですよ。駅の階、まずはこれ、結構上がりますね。下がったり上がったり。駅の階段だと同じ音から、あ、三連音符は拳だ、最後の運は先ほどの四分音符の半分ですから、さらに短くということになりますね。あ、すぐに出ますからね。
じゃあ駅の3、はい、駅の階段急ぐ足、急急、うん、これはスラーです。イが長い、こんな感じでそれをこう上手に流れていきましょう。いそぐうあし。これね、ぐうぐう上がるんですよ、ぐよりも。例えばぐうあ、いろんな方が作曲をされるところです。もう似た節が多いのがこの五段のうちの二段目の右半分なんですね。前も言いました、いそぐあし。はい、それでは二段目3、はい、駅の階段急ぐ足。それでは前半仕上げましょう。3段目、理不尽だから運という音が出ないね、申し訳ありません。一番低い音、理不尽だから垣根を越えて、垣根を越えて。よく似てますが、まあ随分流れとしては違うんですよね。理不尽、ご一緒に3、はい、理不尽だから
垣根を越えて理不尽だから燃える恋戻ります。理不尽だからだから大きいサイズの音符が1番、そして小さい音符、短い低い音符、これが2番3番です。ちょっと2番3番先にやっておきましょうか。火を含む想い思い鏡の中で中で思いのもその下の中のかもとかが短い思い中ではい2番3番は別の形、1番は理不尽だからいい音、本当にねお気の毒ですが、燃える恋おいすらですね。しんどいでしょうけどもしっかりと、じゃあ理不尽さん、はい、理不尽だから燃える恋二人旅する一泊二日二人旅するここまでが一節。二人旅する間を置いて一泊二日一泊二日。いやー三連音符があります。めったにこのようなメロディーはありません。私も端くれの作曲家だからわかるんですけども、どんな先生でもね、今までになかったメロディーを作ろうとするものなんですよ。それがこうなったんでしょう。わざわざ普通に一泊二日でもいいんだけど、これが一泊二日、あそこ三連音符だから、あの二つのタイという記号を結ぶあの音符を取ると一泊二日、うん、一泊二日、うふつうふつう、こういうリズムなんですよ。でそれをこのうというのもちろん歌わないんですよ。そうすると一泊二日、ここね伴奏がんじゃじゃじゃ、三連をちゃんとリズムをしてますからね。はい、では二人さん、はい、二人旅する一泊二日、はい、それでは理不尽さん、はい、理不尽だから垣根を越えて理不尽だから燃え
旅する一泊二日最後宿に宿に拳ありませんで間を空けて着くまでじゃあ宿に3はい宿に着くまで他人です半拍休んで止めます続けないでもう息をついで他人です他人ですでは宿さんはい宿じゃあ後半仕上げます3はい理不尽だから垣根を越えて理不尽だから皆さんで理不尽さんはい69まあ数字としてはねどっちかといえば小さいつまりゆっくりなんですがさあ本当にゆっくり歌えるかどうか参りましょう。Thank you.
女性はもう一つ下げてマイナス2が中心でしょうか。はい、男性はプラス4くらいでちょうどいいんではないでしょうか。はい、演歌によくある不倫の歌でしたけども、まあメロディー本位でどうぞお楽しみください。ありがとうございました。